カナは、日本の女優、タレント、YouTuber ーー。結婚前の本名及び、旧芸名、渡辺かな。埼玉県戸田市出身。トヨタオフィス所属。中学1年生の頃から原宿などで、芸能事務所のスカウトに頻繁に声をかけられていたが、中学受験を経て大学まで一貫教育の学校に、通ってより芸能活動が禁止されていたために、スカウトは全て断っていた。 中学2年生の夏に竹下通りで、トヨタオフィスのスカウトを受けた際も一旦は断った。ものの、矢田秋子が所属する、事務所という理由と、急にやりたくなったという理由で1年後に自ら、連絡し、学校を転校した上で、芸能活動を開始した。2005年10月期のドラマ、のぶた。を、プロデュースへ、早くで出演した後、翌2006年1月期のドラマ、ガチバカ。に 生徒役でレギュラー出演して本名の渡辺奏で女優としてデビュー。同10月期のドラマ、キラーレ、マツコの衣装にヒロインの妹役で出演。同10月には、週刊ヤングジャンプの表紙関東グラビアに抜擢されて初の水着グラビアにして表紙デビューを飾るなど、ポストやターキコとして順調なスタートを切った。 2008年3月に、肘高等学校を卒業。高校卒業後は、大学等へは進学せず女優業に専念することとなった。しかし、2009年1月に、特別放題0例,例事情、ラストで、初舞台を踏むものの、必死になって受けた100本以上のドラマや映画のオーディションは、のきなみ不合格。仕事もほとんどなかったため、女優業の傍ら、 実家近くの大型商業施設内のアパレルショップで数年間アルバイトをしていた。オーディションに受かるために髪をショートカットにしたらとマネージャーから提案され、アムロナミエに憧れて髪を腰まで伸ばしたいと思っていたためも反発したものの、しぶしぶ髪を切って臨んだ2009年春の映画、ガンツのオーディションで、プロデューサーが、ガンツスタッフ全員が、岸本が来た。 思ったくらいに彼女は最初から輝いていましたと語るように、ドラマ主演経験のある女優を含む300名以上の候補者の中から、スタッフの満場一致で、岸本恵役に選出。2009年11月には、本名で売れなかったことを理由に、夏内と芸名も解明。全裸での登場シーンでは体に下着のラインがつかないように数日前から下着を見に、 つけずに収録に臨むなど体当たりの演技で映画初出演となる動作が公開されると一躍注目を集める存在となった。その後2011年4月にはピカルの定理にレギュラー出演してバラエティ番組へ進出しコントにも挑戦。2011年9月にはモビットの CM に竹中直人の新パートナーとして桃井香織に代わって起用され初の CM 出演を果たすと 翌2012年には、ユニチャーム、ソフィ、蝶谷梅酒、梅酒、第一三共ヘルスケア、カコナールと、各社 CM に立て続きに起用された。また、2011年から2年連続で、日本郵便の年賀ハガキイメージキャラクターにも起用されている。2012年3月には、共に一時選考で不合格となった、ファイト、瞳に続き3回目の挑戦となった。 NHK 連続テレビ小説、純と愛のヒロインオーディションで2258名の中からヒロイン、カノジュ純役に選出され、連続ドラマ初主演を果たしている。最終カメラテストと称して呼び出された NHK 大阪放送局でサプライズでヒロイン決定を告げられると、そのまま1時間後にはヒロイン発表会見へと臨んだ。 2012年5月から始まった撮影の現場では脚本を担当した湯川和彦が浴びせる必要なダメ出しと厳しい演技指導に終始苦しみ続け、また従来の朝ドラのイメージを覆すような破天荒なストーリーとヒロイン像は放送期間中から視聴者の間に賛否両論を呼び起こしてヒロインを務めた夏内の風当たりもきつく、放送終了後も 批判的な声に長く悩まされることとなった。朝ドラ終了後は、2013年4月期のドラマ、ダブルス二人の刑事で、朝ドラ5発の民放連続ドラマへのレギュラー出演。2013年6月公開の映画、監禁探偵では、三浦隆次第と共に、ダブル主演を務め、映画初主演。同年12月公開の劇場アニメ、ルパン三世 VS 名探偵。 コナン・ザ・ムービーでは声優にも初挑戦している。2015年1月にはドラマ、大江戸捜査網2015音密同心、悪を切る、で時代劇初出演を果たした。一方で、2013年5月23日、自身の24歳の誕生日に、初のフォトブック、かなフォトブック727-8766を発行している。 2014年1月には18歳でのグラビアデビューから約7年の集大成となる写真集ザ・グラビアを発表。また、2014年3月からは NHKBS プレミアムの音楽番組ザ・カバーズでリリー・フランキーと共に MC を務めるなど活躍の場を多方面に広げている。2017年10月期のドラマ派遣のキャバ嬢、あやかでジと愛以来5年ぶり。 かつ民放連続ドラマ及び深夜ドラマでは初の主演を務めガチバカ以来約10年ぶりにキャバ条約を演じた2021年1月17日一般人男性と前日の1月16日に結婚したことを所属事務所を通じて発表した同年9月14日第一子を妊娠したことを所属事務所を通じて発表した同年9月には 初の冠番組、かなの技あり日本イ、e、ースポーツ応援宣言の放送を開始している。役名不都市は主演作品。ありがとうございます。